抑えていきますね。そうするとね、ほら、さっき触った時より背中柔らかくなってるの分かりますか？あんまり分かってないか。分かってない。もう疲れてる。疲れてますか？疲れ切ってる。まあ柔らかくなってるんですね。ということは、まあ、足の疲れから上がってくるよっていうことが分かるんですね。で、今からね、しっかりね、背中緩めていきますね。こんにちは、門舌整体光信です。またこの音声で編集をしていこうかなと思っています。今回の方は、そんなにね、背中ではね、痛がらなかったんですけれども、こんな感じでね、普通にね、背中を押さえるようにしています。なんで音声に変更していったかっていうと、実はコメントをね、字幕を入れるのって意外と大変なんですよ。で、あれがね、時間がかかりすぎるので、ちょっとね、編集が追いつかなくなったりとか、マサトの編集動画が多くなったりしたんですね。で、こうやって話をする手で作っていけば全然いくらでも作っていけるので、ちょっとね、今回からね、これでチャレンジしていこうと思っています。硬い人というのは実は結構ね、抑えるとね、呼吸がしにくくなるんですね。なので硬すぎると本当に呼吸がしにくくなります。で、今押さえている場所、肩甲骨のあたりになるんですけれども、このあたりがね、とっても硬くなる人多いんですよ。そう、肩甲骨のちょうど付け根の部分で、こいつが硬くなるとね、息がしにくくなって呼吸が入りにくくなってきます。なのでね、ここを緩めてあげるとね、とってもね、体が楽になってきてくれます。で、少しずつ降りていくとね、このちょうどね、今ね、少しずつ降りていってるんですけれども、胃の裏のあたり、この胃の裏のあたりが特に硬くなる人って多いんです。実はここってね、詳しい話をすると、腰椎と胸椎の変わり目、胸の骨と腰の骨の変わり目の場所なんですね。形が違うんです。デコボコみたいな感覚で、形が変わっていく場所なので全然違うんですよね。ヒールと運動靴みたいな全く違うものが噛み合っている場所になってくるので、どうしてもストレスがかかってくる場所になるんです。言い方すると、革靴と運動靴みたいな全く違うものが噛み合わさっているような場所なんですね。だから今押さえている場所っていうのはとても硬くなってしまいやすいんです。ここが、ね、胃の裏のあたりのね、肝臓の裏あたりなんですけれども、ここがね、めちゃめちゃ硬くなる人多いんです。で、特にね、左側っていうのは対人関係のストレスがかかったりすると、どうしてもここがね、硬くなってしまう場所なんですね。だからね、私ね、ここはもう しっかりもうエンドレスに押さえていきます。なんでかって言ったら、耳から肩甲骨、肩にかけて入ってきて、ここに溜まってしまうんですよ。しっかりやらないとね、本当にね、なかなかね、腰痛とかが取れないんですよね。で、肩こりもね、ここの部分を取らないと取れないので、しっかりとね、押さえ続けます。で、ここね、本当にね、さっきも言ったように形が違うんです。腰椎と胸椎というのは丸と三角みたいな感じで全然違うようなものが出来上がっているので、それがつながっている場所なので、どうしてもね、負担がかかってしまうんですよ。ここをね、しっかり緩めていってます。で、ここってね、本当にね、昔の人曰く、胃のむつきゅうとかいうことわざとか、まあ、ツボの押さえ方があるんですが、背中のこの3箇所、このね、ところっていうのはね、本当にね、硬い場所が多いんです。だから昔の人たちが残してくれた言葉とかってすごいですよ。で、昔の言葉で残してくれる言葉、ことわざっていうのが一つありまして、図鑑即熱っていうのがね、昨日もね、ツイッターでつぶやいてたんですけれども、まあ、ブログにも載せてますから、よかったら見ていただければ、もっと詳しい話は書いてあるんですが、足元は温めた方がいいんですが、絶対温めてください。昔のことわざで図鑑即熱ということわざがあります。これは何かって言ったら、頭を冷やして足元をしっかりぬくめてあげると体の調子を崩しませんよということなんですね。なので、いくら寒いかもしれない、暑いかもしれませんが、足元はしっかり温めるようにしてあげてください。そうすることで、体の調子は絶対に変わります。私も今ね、室温がね、今この編集している部屋っていうのは、室温17度ぐらいの、ね、寒いところで上着を着ながら、足元は、ヒーターで温めています。こんな感じでしながら、足元を温めながら、編集をしているんですけれども、私ね、例えば他に飛行機とか、新幹線なんかに乗った時なんかも、寒い大丈夫、ね、耐えられなかったらストップだからねやられないっていうわけじゃない、足の方がきつかった。足の方がきつかった、うん、
しい。すごい痛いけど、はい、足の方がきつかった、ただただ。そうなんですよ。だからね、大体皆さん足で叫んで、背中はね、ちょっと呼吸しにくいとかね。あ、そうそう、そんな感じですね。時期だったら膝掛けを持って行ったりします。もしくは膝掛けがない場合は上着を脱いで、足元に掛けたりとかね、そんなことを必ずするようにしています。そうすることでね、調子が狂いません。で、まだ私はもっともっとできるんだっていう方であれば、足を締め付けるタイプの靴下またはタイツを履いてあげると調子が悪くなるのを防ぐことができます。これはね、私の門前生態20年の歴史からの、ことです。ちゃんとした実績を見てます。足元を温めてぬくめてあげること、これがね、体の調子をね、よくします。本当に やってください。私ね、うちの店に来て事細かく言うんですけれども、まず1回風呂に入れ、毎日10分は最低に入りなさいというふうにお伝えしてます。さらに、お風呂に10分入り方、なんか中田先生の動画も見て思ってたんですけれども、初めは38度9度ぐらいのお風呂を肩まで5分入って、であとは、半身浴で10分入る、それが一番良い入り方だそうですので、それを参考にしてみてください。私も必ず最近はお風呂に使って、10分、前まで10分だったんだけれども、今は15分入るように浸かるようにしています。であとはね、皆さんは結構、ね、何やったら先生健康になるんですかとかよく言われるので、この動画でも残しておきますけれども、あとは散歩、30分から1時間ぐらいの散歩をしてください。これをするとね、絶対調子良くなります。あとね、もう一つね、調子が良くなる方法としては、軽い運動、軽い運動で一番いいのはラジオ体操です。これをね、毎日続けられてるとかなり体調が良くなります。その3つ、お風呂に入ること、散歩すること、ラジオ体操すること、あと もしできるのであれば足を締め付けてあげること、足を締め付けるのが苦手だったらふくらはぎを締め付けること、もしくはふくらはぎを揉みなさいっていう本を読んでみたりとかね、そんなことをされてみてもいいと思います。って言っても、実はね、これね、私ね、全然そんなこと言いながら、私ね、全然ね、悶絶整体をやってる最中っていうのは絶対にね、下にね、タイツとか履きません。なぜならば汗だくになってもうびっちゃびちゃになるからです。だからね、私はですよ、このだって部屋の温度17度にするような人間が、汗びちゃになるから嫌だっつって履いてないんですから。ただね、普通に外で出るときとか、普通の一般の仕事をされてる方だったら、こんだけ激しく動き回らない仕事だったら、絶対にね、下半身のね、温めてあげてください。絶対やった方がいい。私はね、モンベルさんの回し物ではありませんが、メリノウールの薄着、薄いやつとかを下に履くことをお勧めします。あれね、ものすごくね、快適なんですよ。なんでかって言ったら、山メーカーなんで、モンベルさんっていうのは汗対策をしっかり考えられてるんですね。ヒートテックは汗を熱に変えるので、若干ね、発熱性が違うんですよ。本当にね、発熱性が違うので、ヒートテックもいいんですけれども、素晴らしいんですけれども、汗を逃がさないので汗びちゃになって逆にね、体がね、冷えちゃうんですよ。ヤマメーカーの本気のやつっていうのは、汗を逃がした上で保温をしてくれるので、全然ね、構造が違うんですね。街中でいてる分にはヒートテックも素晴らしいものです。確かに全然違います。がヤマメーカーは汗を逃がした上で保温効果を高めてくれるので、全然違うんです。言ってることわかるかな。素材が違うみたいな感じです。ですので、できたら自分の体にお金を投資することができるっていうんだったら、ちょっと高いけど、ヤマメーカーのモンベルが一番安いので、買ってみてくださいって言いながらね、ノースフェイスを着てる私ってね、誰だよって思いますけどね。そんなもんです、門前整体三つのぶなんていうのは。だからね、このね、そんな風にやってみてください。で、今押さえてるその肩甲骨のところっていうのは、右側っていうのは、時間に追われたりとか気圧の変化とかに追われたりとかすると、この辺が硬くなったりとかしやすいですね。
送り届けてきた、門前整体なんですけど、そろそろ10分何意味するか分かりますか？そう、 YouTube のいい切り頃ですよね、ここまでお付き合いありがとうございました。さあ、果たしてここまで見られてるのかも私には分かっておりませんが、まあこんな感じでね、門前整体は三つのぶが喋りまくる動画に変化します。ついてこれない人はもうついてこなくていいですから、どうぞついてこれる人だけ楽しんでください。どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録なんかもね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた、門前整体三つのぶでした。